バイロイト編狂博クリスティアン・クリスティアン・フォン、ブランデンブルク・バイロイトは、フランケン地方バイロイト公領の編狂博。ブランデンブルク選定校、ヨハンゲオルクの逸尾。ブランデンブルク選定校、ヨアヒム・フリードリヒの弟、アンスバッハ編狂博、ヨアヒム・エルンツとの兄である。ブランデンブルク選定校、ヨハンゲオルクと、その3番目の妻エリーザベト・フォン・アンハルトの息子として、生まれる。 1603年に、当園のアンスバッハ・クルムバッハ編教迫、ゲオルク・フリードリヒが亡くなり、フランケン系法園ツォレルン家の古い家系である、アンスバッハ・イエーゲルンドルフ家が断絶した後、その所領であった、ブランデンブルク・クルムバッハ編教迫領を継承した。クリスティアンによって、フランケン系法園ツォレルン家の新しい家系である、クルムバッハ・バイロイト家が創設されたのである。 クリスティアンが領主権を得ることはすでに1598年のゲラーエア家内法で定められ、その用意がなされていた。クリスティアンの領主権継承と同時に、弟のヨアヒム・エルンツトが、隣のブランデンブルク・アンスバッハ辺境白領を継承した。1604年にクリスティアンは、その宮廷をクルムバッハからバイロイトに移転した。クルムバッハの高台にあった。 急居城のプラスセンブルク城は防衛施設として残された。この時点からブランデンブルククルムバッハという両方名も新たな宮廷所在地にちなんでブランデンブルクバイロイトと呼ばれるようになった。1606年にクリスティアンはフランケン帝国クライスの長官に選出された。しかし彼はプロテスタント同盟の創設者の一人であり、30年戦争では スウェーデン軍に味方したため、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世から1635年に解任されたが、その後も統治は継続された。1655年に74歳で死去、次男のエルトマン・アウグストに先立たれたため、死後は孫のクリスティアン・エルンツトが後を継いだ。プロテスタント同盟の連番上。右上がクリスティアンの印象1604年に、プロイ先行。 アルブレヒト・フリードリヒの娘マリーと結婚し、以下の子を設けた。以上の文献は、ドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し、直接参照してはおりません。ありがとうございます。